フライハイテンガイ。この番組は私エビフライ55が独断と偏見でスイッチのフライハイワークスのゲームをし、面白いか面白くないかを判定します。提供がないのでつけるとするならば株式会社オレの提供でお送りします。はい、テクノとトランスが大好きなサイバー世代エビフライ55です。今回は、フライハイワークスさんから出てるゼロドリフターやっていきたいと思います。昔からやってたんですけど、まだスイッチにソフトがそんなない頃、500円という低価格でゲームが遊べると一人喜んでました。まあ今でこそスイッチには膨大な数のソフトがあるんですけど、まあその時もう2年前ぐらいなんですけど、その時はまだそれほどね、1000円とか2000円とかで売ってたやつが多かったので、まあその中で、500円、うん、そんなに今にしてみれば大したことないゲームかもしれないですけど、当時はそこそこ楽しめてよかったかなと思って、ゲームとしてはメトロイドバニアって呼ばれるやつの探索ゲーになると思うんですけど、どうですかね。まあでもセレセとかホローナイトが出てる今だったら、まあちょっとしょぼいかもしれないですけど、そこそこの面白さはあるということで、撮影だからミスしたら撮り直しなんですよね。そんなことはどうでもよくて、これ中ボスです。勝手に動く。ちょっと待って、なんかスイッチのジョイコンが勝手に動く。それでやられちゃったっていうのはなかなかないですよね。修理に出したいんですけど、なんだろうな、また壊れるっていう噂だからな。やられる。あと1ポイント。ライフあと1ポイント。どう勝てるか。1回もミスできない。よし。なんとか、ギリギリ倒しました。はい。で、これで、アイテムが。取れます。サブマリン、これは水中に潜れるってやつで、ここで丸ボタンを押すとこんな感じで、潜れると。はい、だいたいこんな感じですかね。ライフが生きてあった。こんな感じで探索してみていくゲームなんで、もしよかったら買ってください。はい。